気合十分ですね。元気いっぱいです。クエストを達成しました。気合十分ですね。いい感じですね。クエストを達成しました。3番人気ですか。ただいまより投票受付を開始します。歴史あるロンドンの街を駆け抜けて栄冠をつかむのはドローンまでやりましょうか。ロンドンの夜景に包まれて12頭スタートを切りました。10番シュトラールガルーダ、スタートのタイミングが合わなかった。先頭に立つのは何か。大方の予想通りシャドウゲイトが先頭に立ちました。そしてそのうちにノットナウゲイト、5番シリウスレズエングル、カタノプリンセス、それからもう1頭11番ワイワード、ダークミラージュ、それから12番シーザースターズ、そのうちに6番バラヌール、
そしてその後ろからフェイスフルサン、デビッド・ジュニアが並んでいます。その外にシュトラールガルーバ、そしてしんがりからミリタリーアタックという展開です。先頭の方はどうなっているか。シャドウゲイトが先頭です。その後ろでやりましょうか。ノットナウゲイト、シリウス・ベゼングル、今日も勝利をつかむか。カタノプリンセスと岡部騎手、外から1頭ワイワード、その内からは2番ダークミラージュ、そしてその後ろからシーザースターズ、内を通ってバラヌール、ちょっと離れて1番フェイスフルサンでやります。デビッド・ジュニアが並んでいっています。10番シュトラールガルーバ、しんがりからユニタリーアタックでやります。さあいよいよ最後の直線、栄冠を手にするのはどの馬か。カタノプリンセスは5番手といったあたり、シャドウゲイトが抜け出した。先頭はシャドウゲイト、シュトラールガルーダが追い込んできている。先頭は2番ダークミラージュ、先頭エビナとダークミラージュ、カタノプリンセスが差を詰めてくる。ダークミラージュ先頭、内か外か、サインはもう渾身の鞭さばき、並んだところがゴール。レースを終えた馬が戻ってきました。クエストを達成しました。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。